ヘアメイクアップアーティストなんですけれども、タレントさんとかそういったメディア系に対してメイクをするっていうお仕事をしてます。なんかもう多分遡ればね、すごくメイクが好きだったっていうのもあるんですけど、おそらくそれはただ自分が大人になっていい風に解釈してるだけで、おそらく勉強が嫌いだったと思うんですよ、スタートは。でその小学校中学校と勉強するの嫌だなと思った時に、何が私にできるかなってそこで多分考えたんだと思うんですよね。それで好きなことっていうのが結局こうちょっとチャラついたことが好きだったから、だからあメイクいいなと思って、それで雑誌のメイクページとかを切り抜いて自分でスクラップして、これは誰それがメイクしたやつっていうのをずっと撮ってたんですよ。で結局それをやり始めたらどん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 ハマってって、あメイクアップアーティストっていう職種があるんだったらそれになりたいなと思って、で今に至るという感じですね。私は仙台の田舎に住んでいて、で私がヘアメイクをこう志した時っていうのは本当にこのネット環境も何もないので調べようがなかったんですよね。ヘアメイクっていうのはどういう風な過程を経てなるものなのかっていうことが分からなくって、私はもうメイクアップアーティスト学園みたいな、モード学園とか、ああいう風なヘアメイクアップっていう風につくような専門学校に行けばなれるっていう風に思ってしまったんですよね。で一番最初に、18歳で、お勉強が嫌いだったから、あ大学に行かないでこれを機に専門学校に行くっていうのを親に言えて、で私がこんな好きだっていうのも分かってるからきっと反対されないだろうと思って、それで大学に行かずに専門学校に東京に出て行くようになるんですけれども、その時にやっぱり選んだのがメイクアップアーティスト科みたいな専門学校だったんですよね。っていうことはヘアのカットもしない学科で、メイクとヘアのスタイリングを教えてくれるっていう風なところだったんでしょう。で、そこに2年いて、最後の1年でどっかに就職しなきゃいけないっていう風になった時に、先輩たちが就職しているのが全部美容部員さんだったんでしょう。でうちの就職先はここですって見られた美容部員さんで、あれ私がやりたいのと全然違うと思って、でも周りの人たちはやっぱり美容部員さんをやりたいっていう方が多くって、全く違うところに私は入ってしまったんだっていうことを入ってから気づいて、でこれはもう自分で就職活動をしなきゃいけないなと思って、でもともとメイクアップアーティストの方にはすごく詳しかったので、雑誌社にで一件一件お電話してアシスタントにさせてくださいっていうのをお願いしたんですね。でもやっぱりどこの事務所さんも言うのは、美容師上がりじゃないとメイクアップアーティストになれないって言われて、っていうことは私この2年捨ててもう一回美容学校に行かなきゃいけないのかって、そういうふうな工程があるっていうのを初めて知って、もともともう仙台にいた時分からなかったことで調べようもなかったので、でもどうにか近道してできないかなと思って結局100件ぐらいかけたんですよ。それで一番最初に引っかかったところに行くんですけれども、アシスタントに入るんですけれども、その時にもうそんなクソな学校はやめとっとってやめて、それでうちに入らないと入れてあげないって言われて、それで卒業せずに途中でそこのアシスタントをさせてもらったんですね、その事務所で。でその中で1年ぐらいアシスタントをさせていただいて、そこからずっとベタでつかせていただいたそのヘアメイクの先輩がフリーになってやるからって言われたので、じゃあちょっとついていかせてくださいって言って、その方についてアシスタントをしました。いやでもね、そんなこともないんですよ。アシスタントのうちとかって意外とそんなスキルとは言われずに教えてもらえる立場なので、なのでもちろんお給料も低いですし、でも一個一個現場で教えてもらったりとか、あとすごくその時の社長さんとかヘアメイク上がりの方で一からすごい教えてくれたんですよね。ロットの巻き方とかっていうのを、私が現場に行かない日とかに会社に来てって言われてすごいこう教えてくださったので、やっぱりメイクの技術よりも実はヘアの技術の方が覚えることってたくさんあって、でそのセンスだけじゃ賄えないのがヘアの技術だったりするので、そこでね本当にみっちりヘアの勉強できたっていうのは今につながってるかなと思います。
そうですね、私はすっごい本当肌オタクで、それはもう中学生、いや小学生ですね、小学生まで遡るんですけども、もともと私のいとこ、同い年のいとこがいたんですね。で、同い年のいとこがもうすっごく可愛かったんですよ。で、その子がバレエを習ってるから、私もバレエを習いたいと思ったんですけど、でもバレエってやっぱその子みたいに可愛い子じゃないとバレエを習っちゃいけないんだって自分で思い込んで、私はあの子みたいに可愛くないからバレエ習いたいって言ったら笑われるから、やっぱり言うのやめようとかっていうふうに思うぐらいにすごく可愛い白雪姫って呼ばれていたので、私はいつも外で遊んでばっかりいたから、もう本当にクロンボ状態だったんですよね。で、それで黒いし、顔もいつも赤かったんですよ。こうほてりやすくって赤くって、でもう鏡で見るといつも顔が赤くって可愛くなくて、もうこの顔の赤いのさえどうにかなってくれたらいいなって思って、小学生の頃にお風呂に入る時にバケツに氷水を入れて、それでお風呂で温めながら氷水で冷やしながらっていうのをずっとやってたんですね。そしたら見事に赤ら顔がなくなって、毛細血管が強くなったんですよね。それですぐ赤くなるっていうのがなくなって、で、あ、何かを見つけて何かの努力をすると、こうやってお肌とかなりたい自分になれるんだなっていうところにその時行き着いたんですよね。それでいろんなことをやってって、でお肌にいいものとかっていうのを、なんかもう私ながらに本買ったりとか雑誌読んだりとかしながらお勉強して、でなんかね、うちの親も意外とそういうことには寛容だったので、いろいろね買ってもらったりなんかしながらお勉強して、で今に至るって感じですね。でそのまんま本当に成分とかも気になりますし、もう美容医療とかも気になりますし、あ、この部分はどうやったらメイクアップで上がるのかとか、そういったこともねすごく細かに計算することができるようになっていて、普通の人が思えないようなところを丁寧にすることによって、お顔ってもともとの素顔ってちょっと雑然としてるところがあるんですけれども、メイクアップの大切さってその雑然を整頓していくことだと私は思っていて、眉毛の雑然さを整頓していく、で目の部分の縁の雑然さを整頓していくっていうのをやっていくと、すごく品のある綺麗な顔立ちに仕上がるんですよね。なのでそういうことを細かくこう見ていけるような、目を養えたのはそういったことがきっかけだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、肌のスキンケアについてはですね、やはりお肌にはビタミン C を入れることで、それはもう蛍光でもいいし桂皮でもいいし、どちらにもビタミン C っていうものを入れるのと、あと保湿、必ず保湿を心がけるっていうのをしておくと、スキンケアはある程度は賄えるかなと思います。それがもうベースですね。とにかく保湿とビタミン C がベースで、そこから自分はどうなりたいのかって思って、それに例えばシワがな、ハリがなって言ったら、それにいいものを入れていくっていうのをレシピとして作っていくといいですよね。最初もうベーシックなものは保湿とビタミン C で、あとはプラスで自分のレシピで入れていくっていうのをすると、お肌って変わっていくと思います。そうですね、人の意見を聞くっていうのが一番なんですけれども、もうよく見ていると、どんどん年齢を重ねて、私ぐらいの年齢になると、やっぱり若い頃に覚えたメイク法っていうのをそのまんまこの年まで取り入れてしまっている方っていうのはすごく大勢いらっしゃるんですよね。でもやはり若い頃のその流行りだったから良かったとか、若い頃のその顔立ちだったから良かったっていうのがあるんですけど、なので私から見るとちょっとミスマッチに見えたりする部分があるんですよね。でもそのもう少しアンテナを張っていただくと、もうねメイクアップのこととそこかしこに書いてあることですし、誰かが言ってることだったりとか、何かを見ると、あ、誰かを見ると、あ、今のアイメイクってこんな感じなんだっていうふうに気づいてもらえる、気づきになると思うので、そこをねちょっと注意深くしていただくと、アンテナを張っていただくとね、今のメイクってこんななんだなっていうふうに思うことができるのと、あと私たち世代に言えるのは、拡大鏡ですね。メイクをするときに、普通のメイクのこういった鏡ではなくって、拡大鏡って言ってちょっと大きく見える鏡
でメイクをしないともうね皆さん老眼になってるので本当に毛穴まで見えてないんですよね。で自分の肌が綺麗って勘違いしてしまったりとか、あと一番今ここに保湿が足りないっていうのをメイクすれば気づく、で拡大鏡で見れば気づくことなんですけれども、ちょっとボケて見えてしまっているので気づくことができなかったりするんですよね。なのでそういった細かいところを見れるような拡大鏡を持ってやってみると、あ、アイラインがこんな風によれてたとか、あとここのファンデーションがよれてしまってたっていうところの気づきになって、それを直すことによってすごく丁寧なお肌作り、丁寧なメイクができるっていうことにつながると思います。今後の目標は私のメイクアップツールを作りたいなと思ってるんですよね。コスメを作ってみたいっていうふうにはずっと考えていて、でまずはベーシックなベースメイクのものを作りたいなっていうふうに思っているんですけれども、今年1年はそれにね、なるべくこうその夢に近づけるように頑張っていきたいと思っています。